休憩。練習見に来てくれたんだ。もちろん頑張ってるわよ。あなたは写真？この間私を撮ってってお願いしたのに。もちろん。それにあなたも部活でしょ？フォト部入ったのよね。かのちゃんからびっくりしてたわよ。ニーヤンが初めて部活に入ったって。フォト部は学校行事とか生徒の活動とかの撮影を認められた生徒会公認の部なんでしょ？うちの部の活動もしっかり撮ってもらわないと。うん、頑張ってね。1年は河川敷をランニング中。まだまだ基礎体力作りだから。気になる？いいなあ兄弟って。私一人っ子だから羨ましい。そうよね。ええ、もちろん。可愛い妹がいて嬉しい。私たち三人兄弟みたいに育ったよね。休憩終わり。次の準備始めて。ああ、練習始まる。じゃあ、早速撮ってよ。どうして？こっそり？そっか、じゃあまた今度ね。またね。はい。じゃあ、新見さん。32ページの16行目から読んでくれる？はい。Many places in the world have been experiencing extreme weather this summer. It's something happening to the earth.For the next generation, people have to try to stop this global warming trend. はい、そこまででいいわ。ありがとう。相変わらずいい発音ね、ニーミさん。ありがとうございます。じゃあ続きをあなた読んで。じゃないわよ。ほら早く読んで。やっぱり聞いてなかったのね。そんなことだろうと思ったわ。新見さんばかり見てないで、授業に集中しなさい。
水は取ってるの？分かってないって分かるの？そっか。私はいつでも取ってって言ってるのに。私でよかったらモデルやるよ。かのちゃんだけじゃなく私もいるもん。私もあなたに協力したい。もちろん。恥ずかしいけど頑張ってみる。どんなポーズをすればいい？カメラ目線で微笑む。うん、わかった。こんな感じでどう？恥ずかしい。ううん、大丈夫、撮って。また撮りたいときはいてね。私頑張るから。じゃあまたね。紙ゴム忘れちゃって取りに戻ってたの。
恥ずかしいけど頑張る。あなたの力になりたいもの。だってもっと昔みたいに一緒にいたいから。小さい頃私のためにいろいろしてくれたじゃない。うん、覚えてない？そんなことないのに。いつからだろう、あなたがなんだか遠くなっちゃったのは。私を見てほしい。ええ、もちろん。ここだと誰か来るかもしれないし、プールの中でいい？もう誰もいなかったから。本当？じゃあ行こう。一応誰もいないか確認を。そう。緊張してきちゃった。そんなこと言わないで、大丈夫だから。それでどうすればいい？噴水の時みたいに座る？え？寝そべるの？あ、そっか。うん、頑張ってみる。けど期待しないでね。私スタイル良くないから。もうちょっと胸があればいいんだけど。私、精一杯微笑むね。そんなにそばで見られたら恥ずかしい。そうよね、頑張る。私行くわね。そろそろ着替えないと、お昼が遅くなっちゃうから。
男子は女子と違って体操服に着替えるのは教室だものね。そばで見られたら恥ずかしい。何してるの？掃除も終わったし、これから部活？そっか、ハマってるね、カメラ。毎日熱心だものね。またモデルするから、いつでも行ってね。私じゃ、いや、嬉しい。じゃあ、私も部活で行くわね。またね。ちょっとフラッとして、うん、平気、大丈夫よ。時々なるの。貧血だと思う。柄でもないわよね。こうしてればすぐ治るから。連れてってくれるの？よかった。重いって言われなくて。
ありがとう。連れてきてくれて。うん、大丈夫。部活行かなきゃ。でも私が行かないとみんな心配するし、練習も困るから。本当？そっか。じゃあ今日は休む。部長に休むって連絡しなきゃ。携帯は。ありがとう。じゃあちょっと眠るね。写真撮ってもいいよ。寝てるところなんてめったに撮れないでしょ。なんだよね、はるちゃん。ニーヤに任したからね。しっかりね。うん、大丈夫。ありがとう。一眠りしてずいぶん楽になったわ。あなたのおかげよ。どうしてそんなこと言うの？
寂しいこと言わないで。私にとっては何より大切なことなのに。どうしてって。今日嬉しかったよ。ずっとあなたのそばにいられて。今夜はゆっくり眠って、明日からまた元気になるから心配しないで。また私を撮ってね。私を見てね。じゃあ送ってくれてありがとう。またね。私今日お弁当だから。お、珍しい。作ったの？まあね。どんなお弁当？見たい見たい。食堂で一緒に食べよう。あーごめん、今日は無理。また今度ね。へえ、なんで？なんでよ。あなたっていつもお昼は食堂よね。私お弁当を2つ作ってきたんだ。といっても簡単なサンドイッチなんだけど、よかったら一緒に食べない？あ、味なら心配しないで。ちゃんと味見したから大丈夫だと思う。この間保健室でそばにいてくれたお礼。一緒にお昼食べられたらなって。本当？よかった。いきなり作ってきちゃったから迷惑かなって心配してたの。どこで食べる？私の席でいい？窓際だし。卵にトマトにハムチーズに。あなたのはカツサンドを多めにしたの。卵とか野菜サンドばかりだと物足りないと思ったから。よかった。 おい、どうして新見さんがあいつと。憧れのヒロインがなんてこった。あいつ見て、隠し味に細かく刻んだピクルスが入ってるの。自信作なんだから。よかった。
ピクルス嫌いな人もいるからどうかなって思ってたの。卵とマヨネーズとピクルスって相性いいのよね。ねえねえ、最近あいつってアルカとよくいるけど、バランス取れてないよね。ああ、思う思う。なんだかなって感じだよね。幼馴染って微妙じゃない？かっこよくなってくれれば別だけど。アルカならもっといい相手が選べるのに、もったいないよね。あいつなんか構わなければいいのに。どうしたの？教室入らないの？そうなの？じゃあまたね。新見さん、うちのクラスの女子から聞いたんだけど、幼なじみだっけ、同じクラスの男とよく一緒にいるんだって。彼のこと？ええ、いつも一緒にいるわよ。いつも一緒か、参ったな。付き合ってんの？付き合ってるわけじゃないけど、私は…そっか、よかった。え？新見さん、そんな男のことほっといて、俺と付き合ってくれない？え？サッカー部のエースストライカーの俺と、テニス部のエースの君、お似合いだと思うけど。俺のこと嫌いか？好きとか嫌いとかじゃなくて、私は…まあまあ、返事は今すぐじゃなくていいよ。考えておいてくれ。あ、ちょっと待っ…
聞いてた。何でもないのよ、あの人とは。校庭で時々話すくらいで、別に友達でもないし。急に言われてびっくりして。え？何言ってるの？なんでそんなこと。わからない。あなたの心が見えないよ。バカ。探してるの。ううん、それがここんとこ休みがちなんだ。たまに来ても元気なさそうにしてるし、体調悪いのかな。今日なんて私にもキャプテンにも連絡ないから、まだ教室にいるのかと思って来たんだけど、いないのか。どうしちゃったんだろう、はるちゃん。心配だよ。ないよ。さあ続きやろう。どうして？あ、もう暗くなってきたから。じゃあ今日は帰って、また明日やる。なんで？どうしてそんなこと言うの？同じこと言うんだ。私だってみんなとサッカーしたいのに、遊びたいのに、そうやって仲間外れにして。そんなの意味ない。私は知らない。うるさい。先に帰ればいいでしょ。
ばにいられなくなる。一人になる。心が一番楽しかったな。あなたやみんなと日暮れまで泥だらけになって遊んだりサッカーしたり。私も男の子に生まれたかった。そしたらずっと一緒にいられたのに。なってないよ。サッカーやめて髪を伸ばして女の子と一緒にいるようになっただけ。けどそれであなたと一緒にいられなくなるなんて思ってもみなかった。最後までそばにいてくれたあなたまでいなくなるなんて想像もしてなかった。まだ行ってないんだ。夏が終わる前にあなたと二人で行きたい。ええ。ここで？うん、楽しみにしてる。ガチだからね。いいことだよ。いってらっしゃい。
ってワクワクして待ちきれなかったんだもの。私も。本当？ありがとう。私も気に入ってるの。気持ちいいわね。ねえ、小学校の時みんなでここに来たことを覚えてる？楽しかったわよね。バーベキューしたり砂浜に埋めっこしたり。もちろん。じゃあ私着替えてくるわね。うん。お待たせそんなに見ないで、恥ずかしいから。当てたってダメなんだから。もうそれは褒めすぎよ。けどありがとう。待ってよ。ねえ、ちょっと大きめのゴムボールを持ってきたんだ。一緒にビーチサッカーしない？ダメ？ちょっと待っててね。取ってくるから。痛い。平気だよ。お待たせ。覚えてない？
テクニックだけならあなたより上手かったんだから。先に3回抜かれた方がアイスおごりね。行くわよ。私の一生ね。今度はそっちが抜く番よ。さあ来て、止めるわよ。私も来年もまた来ようね。ええ、ねえ、公園へ寄って帰らない？ちょっとだけだから、ね。ねえ、まだあの時のこと気にしてるの？ここで最後にサッカーして、私が胸を痛がった時のこと。またぶつかると痛がるから大丈夫だよ、ちょっとくらい。それに、私はあなたに触れられるよ。こうしてあなたに寄り添うことができる。それなのに、あなたが私に触れられないなんて、私のこと大事にしすぎだよ。触れて、私の胸に触れて、私あなたに触れられてもちっとも嫌じゃないよ。むしろ触れてほしい。今の私も小さい頃の私も、見かけは変わっても中身は同じだって伝えたい。お願い、触って。
て。お願い。いいのか、なんて聞かないで。いいに決まってる。でしょ？私は昔と変わらないよ。昔のあだ名で。じゃあ、はるかって呼んで。私を呼ぶあだ名。どうして？そっか。じゃあ抱きしめて。もう触れられるよね。キュッて抱きしめてほしい。私を一人にしないで。降りてくるの早いね。うん、そうだからそろそろ行かなきゃ。はるちゃんと公園で待ち合わせしてるんだ。あと10分後くらい。昔みたいに。じゃ、今度こそ行ってきまーす。今朝は随分早いのね。かのちゃんは？え？もちろん一緒に行こう。
今朝もいいお天気ね。一緒に行った海もちょっとシーズンには遅いかなって思ったけど、全然泳げたものね。あの時のあなた、慌てててちょっと楽しかったな。そうね、朝の風が涼しいものね。寝る前にクーラーをかけておけば、寝てる間はつけなくても寝られるものね。嬉しいの。またこうして一緒に登校できるなんて。こんな日が来るなんて。写真撮ってるの？そっか。すっかりハマってるね、写真に。将来の目標はカメラマン？私、これといった夢がないもの。特別な才能があるわけじゃないし、なりたい職業があるわけでもない。ひたむきにファインダーを覗いているあなたを見てると、すごいなって思う。あなたが羨ましい。私もそんな夢が持てたらなって思う。けど、いいの。あなたの夢は私の夢だから。これからもあなたのそばにいられればそれで。もちろん、絶対見に行く。あなたの写真も展示されるんでしょ？
真なのか楽しみ。早く学園祭にならないかな。そっか。じゃあ学園祭の日をドキドキしながら待ってるわね。楽しみにしてる。あなたの写真。おはよう。いよいよ学園祭ね。フォト部展の準備はどう？そっか。私ね、あなたがどんな写真を展示してるのかずっと楽しみでワクワクしてるの。絶対大丈夫よ。だってあなたが撮った写真だもの。私何時に見に行けばいい？じゃあ朝一番って言いたいところだけど、テニス部の出し物の手伝いがあるから。お昼時が終わった後の2時ぐらいに行くわね。クレープ屋さん、うまく焼けるようになるまでみんなで特訓したんだから。男子がね、水風船テニスとか言って勝っても負けてもびしょびしょになるテニスを考案したんだけど、女子が逃げ出したの。そもそも男子テニス部とはそんなに交流がないし、ちょうどよかったかなって。後でね、楽しみにしてる。またね。あ、おはよう。そうね、私たちにしてみれば年に一度の晴れ舞台だもの。いい一日にしたいわね。ありがとう。あ、そうそう、あなたが隅っこで展示してたあの写真、真ん中の目立つところに写しておいたわよ。だってとってもいい写真なんだもの。隅
隅っこじゃもったいないじゃない。写真はキャリアじゃないわよ。あの写真はあなたがカメラと被写体にまっすぐ向き合ったから撮れた写真。そうそう撮れるものじゃないわ。自信を持ちなさい。あなたは素敵な写真を撮ったのよ。これからも頑張ってね。お疲れ様。休憩行ってくれば。私は大丈夫よ。先に行ってきて。あ、そうなの？じゃあお願いできる？実はルーがバレー部の出し物を見に来てってうるさいのよ。あの子、うちの展示も手伝ってくれてるし、覗きに行ってあげないとね。そのうち実原も戻ってくると思うから、それまで一人だけどよろしくね。おい、そこのメガネ、お宝生写真買わねえか？学園中の美少女を漏れなく取り揃えてるぜ。制服はもちろん、ブルマ、スクミズから各運動部のセクシーユニフォームまで、ドキドキシチュエーション満載だよ。買う買わないは別にして、ちょっと覗いていけよな。ちなみに5枚買うと特製大判フォト1枚もらえるよ。おい、お宝生写真だってよ。ちょっと覗いてみるか。2名様ご案内。続きはカーテンの向こう、写真部展の会場でな。ちょっと、お宝生写真って何のこと？わかんないけど、なんだか怪しい。出よっか、他の出し物見に行こう。そうね。お待たせ。そっか、じゃあ早速見せてくれる？あ、この写真。願いか、いいタイトルね。私の願いが伝わったんだなって、私の思いが伝わったんだなって思って、え？ううん、クレープ屋さんの後片付けが終わったら何もないよ。
張ってるね。それにしても私の写真こんなに大写しで真ん中に貼られててちょっと恥ずかしい。うん、分かってる。ただこんなに大きい自分の写真を見るのは恥ずかしいなって。私も。じゃあ、また後でね。今来たとこ。行くってどこへ？ねえ、最近私たちよくここへ来るわよね。なんだかあの頃に戻ったみたい。そう、一緒にサッカーしたり走り回ってたあの頃に。うん。風が気持ちいい。ええ、うん、私もあっという間だった。あなたのそばにいられるようになって、昔みたいに話せるようになって、嬉しい。あなたが私のこと好きって言ってくれるなんて、大好きって言ってくれるなんて、私もあなたのこと、あなたのこと好きよ。ずっとずっと大好きなんだから、あなたのこと。嬉しい。やっと伝えられた。やっと好きって言えた。そうだよ。私のことずっと一人にして。私寂しかったんだから。そんなこと、どうしてそんなこと。
そばにいるよ。私は出会った時からずっとあなたのそばにいるんだから。私ね、あなたに感謝してるのよ。覚えてない？髪を伸ばして女らしくしろって言ったのあなたなんだから。やだもん、出てかないもん。ずっと遊んでた友達がみんないなくなって、一緒にサッカーやらないって言って、私一人ぼっちなんだもん。人気者で友達がいっぱいいるからわかんないんだ。仲間外れになってる私の気持ちなんて。私なんかと一緒にいたら仲間外れになっちゃうよ。私なんか放っておけばいいんだ。どうして？私のこと好きなの？本当？本当に本当？ああ、嬉しい。私たち好き同士だったんだね。あのね、はっきり分かったの。私も好きだよ。うん、ずっと何なのかなって思ってたんだ。見てるとドキドキしたり恥ずかしくなったり。だって優しくてかっこいいんだもん。本当、すごくかっこいいよ。え？そうかな。スースーするからやだ。走りにくいし。え？かわいい？かわいいって、そんなこと初めて言われた。したらもっとかわいい？じゃあかわいくなったら、かわいくなったらお嫁さんにしてくれる？嫌なの？今好きって言ったのに。私、頑張るから。女の子らしくなるように頑張る。だ
から。可愛くなったらお嫁さんにしてね。やっぱり私のこと一人にするんだ。好きだなんて嘘なんだ。嘘だもん。本当？約束破ったら許さないんだからね。よし、絶対可愛くなってやるんだから。うん、頑張る。あのね、今日の約束、クマさんにもう一度言ってくれる？クマさんにも覚えててもらいたいから、私が可愛くなったらここでもう一度好きって言ってもらうんだ。うん、頑張って可愛くなってお嫁さんになります。二人の誓いだよ。私、あなたに言われた通り、女の子らしくなるためにずっと頑張ってきたんだよ。おかげでクラスの女の子が私を避けなくなって仲良くなって、あなたの言う通りだったけど、中学に入ってからかな、頑張れば頑張るほどあなたとうまく話せなくなっていって、すごく辛かった。ううん、もういいの。ちょっと遠回りしただけで、こうして好きって言ってもらえたから、好きって伝えられたから。名前で。え？あ、うん、して私もあなたとキスしたい。初めて好きって言ってくれた人のことを覚えてますか？初めて恋した時のことを覚えてますか？子供であれば子供であるほど無邪気でまっすぐな恋心。私が一人ぼっちになった時、あなたは幼いながらに私を守ろうとしてくれた。私を救おうとしてくれた。その気持ちが嬉しくて、私はあなたのことを心から好きになった。自分が女の子なんだって自覚したのはあの時。お嫁さんになりたいって思った。今思えば子供っぽくて面はゆい思いだけど、ずっと感謝してた。いつかまた
この思いをもう一度あなたに伝えたい。お嫁さんにしてって。私とあなたは幼い頃の思いを一度思い出に変えたんだと思う。そしてまた新しい恋を始めた。二人でいればいつだって恋が始まる。新しい恋が生まれる。だってあなたのことが大好きなもの。おはよう。今朝も眠そうね。無理して私の朝練に付き合うことないのに。もちろん私は一緒にいられて嬉しいけど、かのちゃん待ってられないって先に行っちゃったわよ。今からなら追いつけるから一緒に走ろう。ほら、ぶつくさ言ってないで、ダッシュダッシュ。私たちの恋は始まったばかりだ。大好き。